私は SBS ロジコム株式会社の代表取締役社長の鎌田正彦であります。 SBS ロジコム社は、物流のアウトソーシングを得意としている会社ですね。いっぱい倉庫をいっぱい持ってですね、そこの中でいろんなお客様のですね 3PL というものをですねこなしている会社ですね。でその中に今まではトラック運送事業があったんですけども、これを一回切り出して物流の輸送力をですね上げるために別会社にしてこれを強化していこうということで、SBS ロジコム関東という会社を作って営業を発展させていこうということで作った会社であります。物を運ぶという仕事は今から100年経っても絶対なくならないというふうに私は思っているわけです。でその中でやっぱりその私ももともとこのトラックドライバーをしてましたから、トラックドライバーのしてから社長までこのやってきたわけですけども、やっぱりこの絶対なくならない産業の中でいろんな知恵を使ってそれでこの産業をですね発展させていこうというふうに私は思っているわけです。そして、私もそういう経験の中でトラックドライバーのですね誇り、そういったものをですねみんなと共有してですね、そしてこの産業の発展、強いては日本の物流の発展に我々は貢献していきたいという思いでこの会社を作っているわけであります。私どもの会社の中で働いていただいている方もいっぱいいますし、また今後我が社に入っていただいて、一緒の仲間となっていただく方も多分大勢いると思います。我が社は人を大事にするというのが社風であります。従いまして、この、トラックドライバーで高齢まで働ける、そういったことができる会社であります。ぜひですね我々と一緒に、働きませんか。SBS ロジコム関東株式会社、新砂市で支店長をしております望本健一郎です。もともとですね、異業種からの転職で、ずっと車の方は若い時から好きで、興味を持ってた業種でしたんで、30を前にちょっとチャレンジしてみようと思い、転職しました。安全対策といたしまして、デジタコやドライブレコーダー、バックアイ等を使った安全な運行管理を心がけております。教育方針といたしまして、基本的には OJT になるんですが、運転手さんの納得いくまで、同乗研修などいたしまして、指導の方は徹底しております。基本ルールを守っていただき、まず安全運転をしてくださる方が第一歩ですね。ぜひ我々と一緒に働きましょう。よろしくお願いします。SBS ロジコム関東新砂支店の中村恭平と申します。自分はその消耗品をやっているんですけども、まず朝トラックでですね倉庫に行って、プリンターの近くのトナーだったり、コピー用紙だったりをですねトラックに積んで各企業様に届けて、また戻る感じですね。地区でグループに分かれてるんですけども、皆さん協調性があってですねとても仲良くやってます。相手の立場に立って物事を考えられる人に入ってきてほしいなと思います。自分もですね、異業種からこのドライバーの業界に飛び込んできたんですけども、最初はやっぱりね、不安はいっぱいあったんですけども、研修制度もしっかりしていてですね、先輩もとても丁寧に仕事を教えてくれます。で、大体今1年ぐらい経ったんですけども、ドライバーとしてしっかり活躍できてますので、ぜひ皆さん一緒に頑張って働きましょう。私どもの会社 SBS ロジコム関東においてはですね、40代から50代のドライバーの皆さん、あるいはドライバーをやってみたいと思っていらっしゃる皆さん、ぜひですね安心して私どもの会社に来ていただきたいというふうに思います。ドライバー求人サイトの